ウリジョン・ロートはドイツのギタリスト、デュッセルドルフ出身、元スコーピオンズ・エレクトリックさん。従来のギターに比べてフレット数が多く、より高音域での演奏を可能としたスカイギターの考案者。その風貌から日本では千人と称されることもある。イングベイ・マルムスティーンに多大な影響を与えたことでも知られ、 間接的に現代のロックギターの双方の基礎を築いた人物とも言える。愛用のスカイギター売り、ジョン・ロートバンドスコーピオンズ時代より、バイオリン等の高音が出せる楽器の音を耳にして、本人曰く、より高い音を得たいという内なる欲求を叶えるために、フェンダーストラトキャスターのンを2フレット部に延長して23フレットにする改造を試みていたが、 さらにもっと高い音を得られるギターとして開発されたのがスカイギターである。初期のスカイギターは6弦であったが、その後7弦のモデルも開発。マイティウィングと呼ばれるピックアップは独自の構造で、いわゆるハムバッカーではなく、コイルが4層になった特殊なもの。そのピックアップの開発者は売りの友人であるが、それについての構造など、技術的なことは明かさない方針であるらしい。 このピックアップはアクティブとしてもパッシブとしても稼働する。アクティブ時の稼働電圧は 18V である。フレット数は32フレットあり、これまでに全ポジション半音刻み、高音部のみ、フレットレストを試行錯誤が続いたが、最終的には27フレット以降1音刻みのフレットの並びになっている。その間出せない半音は隣の弦によって賄う、または チョーキングによってカバーしている。指板は基本的にメープル指板がメインとなっており、スキャロップと板を採用している。深めにえぐられた指板と太めのフレットと、相まって軽快なタッチでのフィンガリングと、ビブラートに寄与している。スカイギターは後年に製造されるに従い、様々な改良が取り入れられている。近年、6弦モデルのスカイギターに自動チューニングシステム、 パワーチューンを装着している。スカイギターによる初めての録音が収められているアルバムはアストラルスカイズ天空よりの死者である。以前はスカイギターの模倣品が大一していたことに憤慨していた売りだが近年になってスカイギターの市販に向けて前向きな姿勢を示すような発言をしている。メーカーに関しては近年スカイギターに組み込まれたロボットギターのシステムを採用しているギブソンを ほのめかしている。2010年、ディーンから50本限定で、スカイギターを発売することが、ナームショーにて発表された。2017年、スカイギターは7弦ナイロンとの、ダブルネックや、ディレイ等のエフェクターを内蔵したモデルも、発表されている。なお、初期に制作された6弦スカイギターのうちの1本は、彼のファンであり、友人でもある、フェアウォーニングのギタリストであるヘルゲ・エンゲルケに、 貸し出されていたが、後に変換されている。活動初期は、ビブラートユニット付きのギブソンファイアーバード。次にフェンダーストラトキャスターに移行している。本人によると、ストラトキャスターを使っている理由は、ジミヘンドリックスが使っていたからで、特に生前ジミヘンドリックスの恋人だったモニカ、ダンネマンからジミヘンドリックスが使っていた黒い、ラージヘッドのストラトキャスターを譲り受けている。 使用していたストラトは、アームバーをグリップが太く、長いものに交換する、等、一部改造が加えられていた。ストラト使用機の最高機は、シェクター製のロック式、トレモロユニットが装着され、もともと21フレットだった指板は23フレット仕様に拡張されている。近年の作品のレコーディングでは、ストラトやレスポールも使用したらしい。使用エフェクトは、 ボックスワウペダル、ダラスアービターファズフェイス、ユニバイブ、オクタビア、MXR カーボンコピー、アイバニーズ TS-9 デラックス等を使用している。ジミヘンドリックスに多大な影響を受けているが、バイオリニストのヤッシャハイフェッツ、ナタン・ミルシテーン等からの影響を告白している。ロックにアルペジオを本格的に導入した最初の人物とされ、分解コード奏法として、 いわゆるスイープ双方等も初期の活動からそれを技術として体得していた。性格無比なピッキングテクニックは驚異的ですらある。1970年代初頭にドーンロードというバンドを組んでいた。売りを含めたそのメンバー4人がクラウス・マイネ、ルドルフ・シェンカーと合流してスコーピオンズを再結成する。精神世界と政治の両方の諸問題に深く、 傾倒するようになる。エレクトリックさん時代の楽曲、ファイアウィンドは暗殺された、エジプトのサダと大統領に捧げられたものである。ありがとうございます。